誰から生まれました？お父さん。早いですね。お母さんからもらってくるのだろうと。え、思いません。え、お腹の筋ってこの去年のだったお腹の筋。栄養を吸収すると呼ばれているお腹の筋っていうのは、この膜、状態っていうのは、お母さんからもらってきますよ。え、なんでですかって言ったら、生まれてくるときに必ずもらってくるんですよ。なぜ？人間のおっぱいを飲んで栄養を吸収するってことですよ。そうですよね。お腹の中。この菌いないとお腹に栄養入らないんですよ。腸内フローラって言われる、まあ、お腹の菌なんですが、大体二十歳がピークです。多い少ないを考えると。で、二十歳がピークで、大体100兆、まあ、数を覚えなくて結構です。100いると思ってください。100。二十歳がピークですよ。でも、この山というのは、戦前の方々です。戦後、私たち戦後ですから、なぜかというと、半分しかいないと思います。これみんなです。お子さんもそうです。なぜかというと。